は座った状態でゆったりとした呼吸とともにヨガを行いましょう。ぜひご自分のペースで無理なくヨガを楽しんでください。まずは楽な姿勢で座ります。あぐら、正座、あるいは足を伸ばして座っても構いません。腰がしんどくなったり背中が丸くなるという方はクッションなどをお尻の下に入れて、できるだけ背を伸ばして座れるように整えましょう。首を長く保ちます。両手の重みは足の上に預け、軽くまぶたを閉じ、丁寧に呼吸を繰り返しましょう。ゆったりと息を吐き、ゆったりと息を吸い入れます。両手を胸の前で合掌。目を開けたら息を吸いながらその手を上に、吐いて下ろします。息を吸って上に、吐いて下ろしましょう。吸って上に上げたら吐いて横に広げて、吸いながら上に戻し、吐いて胸の前です。もう一度、吐く、吸って、吐いて、最後呼吸に合わせて気持ちよく動きましょう。胸の前で一度動きを止め、合掌の手を解きます。まずは鎖骨の下あたりを優しくさすりましょう。軽く皮膚を動かすような強さで優しくさすってあげます。鎖骨の下から胸元、脇のあたりまでさすりましょう。同じように反対側も、今度はこのさすったところを軽く叩いてほぐします。両手を合掌に戻して、トントントンと軽く叩いてあげます。合掌をほどいたらお腹のあたりも叩いて、動きを一度止め、両肩を上げます。軽く後ろに引いてストンと下ろす。息を吸って、吐いてストンと下ろしましょう。もう一度、肩を下げたら頭を右に倒す。吸って、吐いて左です。吸う、吐く、吸って、吐いて、顎を軽く引き、ぐるっと回します。後ろは浅く丁寧に、ご自分のペースで動きましょう。反対回しも同じように。動きを止めたら、ゆっくりと顔を上げてきてください。座り方を変えます。両膝を立てた状態に、そして体を軽く前に傾け、手を拳にしましょう。腰から背中のあたり、トントントンとまた気持ちよく叩いてほぐします。そのままお尻の外側から、太ももの外、すねのあたりも叩きましょう。さあ今度は表側です。太ももの表側からすねのあたりも叩きます。
動きを止めたら両手を後ろに回しましょう。息を吸って胸を張り、吐きながら少し骨盤を後ろに倒します。吸いながら倒した骨盤を戻す。吐いて背中も丸く、吸いながら胸を張りましょう。吐いて丸くなります。ゆっくり上体を起こしたら足の幅をさらに広く、肩幅よりも広めに広げます。両手はお尻の後ろあたりにしっかりとつきましょう。胸を張り、今度は膝を左右にバタバタと倒します。小さな動きでも構いません。痛みや違和感がなければ大きく動かしてあげましょう。動きを止めます。足を前に伸ばし、上体も起こしてください。軽くパタパタパタと叩きつけるように動かします。動きを止めたらつま先中外、股関節からしっかりと動かしましょう。動きを止め、両足を真ん中に揃えます。背もできるだけ伸ばしてあげましょう。息を吸って、吐きながらかかとをぐっと押し出す。吸って少しつま先が前、吐いて足首を曲げましょう。吸って前、吐いて押し出します。足元を緩め、軽く足の間も広げ、手も楽にして一呼吸です。右足を引き寄せ、反対の左足も引き寄せてきます。股関節や膝に痛みや違和感のある方は少し遠めに置きます。痛みや違和感がなければかかとを足の付け根の方に引き寄せてください。両手は指を絡めてつま先にかけるか、あるいはかけづらければ足首のところを持つようにしましょう。選んでください。そのまま膝を上下に軽くバタバタと動かします。動きを止めたら息を吸って伸びる、吐きながら少し緩めましょう。吸ってもう一度伸びる、吐いて、吸って伸びたら吐く息、体を前に倒します。へそをかかとに近づけるように上体を倒しましょう。背中は丸くならずに、できるだけ背を伸ばします。もう一息、吸う、吐く、吸いながら体を起こしましょう。手をほどき、足を軽く前に伸ばして、一度リラックスします。両足を中心に寄せましょう。つま先は力を緩めておきます。太ももの付け根に手を置き、この手を前に滑らせ、体を軽く動かします。倒すときに息を吐く、吸う、吐く、吸う、呼吸に合わせて繰り返しましょう。動きを止めます。右の膝を立て、外側に足を広げます。寄せれる方はかかとをももの付け根に、寄せたくない方は少し遠くに足を置くように調整しましょう。できるだけ左のつま先を上に向けます。両手は足を挟むように床につきます。息を吸って、吐きながら体を前に倒す。手のひらを床につけ、
余裕があればさらにその手を遠くに置き直しても構いません。できるだけ膝を伸ばして、かかとも遠くに押し出します。ゆっくりと上体を起こしましょう。右手をお尻の後ろのあたり、左手は右の太ももに置きます。息を吸う、吐いてウエストをねじる、吸って戻して、吐いてねじります。繰り返しましょう。肩を後ろに引くように体を動かします。吐く、最後息を吸う、吐きながらしっかりとウエストをねじります。そのまま右手を上に伸ばしましょう。息を吸って吐いて、体を少し前へと倒す。余裕があれば右の胸を天井に、目線も天井の方に向けましょう。肩周りにきつさを感じる方は肘を緩めたり、手を肩のところに置いても構いません。あと一息、吸う、吐く、吸いながら上体を起こして手を下ろしましょう。足を伸ばして一息、両足を真ん中に揃え、左の足を外側です。引き寄せられる範囲で引き寄せましょう。右のかかとをしっかりと押し出します。息を吸って吐きながら上体を前です。手はそのままでも、手のひらをつけたり少し前に動かしても構いません。倒すことより膝をしっかり伸ばすことを優先して、ゆったりとした呼吸を繰り返します。あと一息、吸う、吐く、上体を起こしましょう。左手を後ろに、右手を足の上に置きます。吸って吐いてねじる、吸って緩めて吐いてねじりましょう。繰り返します。ウエストのあたりを軽く動かします。さあ、ねじったところで動きを止めましょう。左手を上に上げ、息を吸う、吐きながら上体を倒します。胸を少し上に、手の位置を変えたい方は変えてもいいですよ。あと一息、吸う、吐く、上体を起こして、足を前へ、呼吸を整えましょう。足幅を少し広げ、かかとを引き寄せ、あぐらになります。あぐらが嫌だという方は膝を立てた状態で座りましょう。お尻をしっかりとつけ、背を伸ばします。両肩を上げ、少し後ろに引き、スーッと下ろします。そして腕を後ろに回し、指を絡めて手をつなぎましょう。このようにしっかりと手をつなぎます。腕を上下にバタバタバタと動かします。動きを止めたら、息を吸って胸を張り、吐きながら体を前へ倒します。肩に痛みや違和感がなければしっかりと上です。手をつなぎたくないという方は手を離して、無理のない範囲で腕を上げましょう。
あと一呼吸、息を吸う、吐く、吸いながら上体を起こして手をほどきます。腕楽に、両手を体の前でつなぎましょう。息を吸って、吐きながら手を前に、吸って引き寄せ、吐いて背中を少し丸めます。最後息を吸う、吐く、少し右左と左右に揺らしましょう。できたら八の字を書くように滑らかに動きます。真ん中で動きを止め、手のひらを外に向け、そのまま軽く上に伸びましょう。両手を下ろします。もう一度息を吸う、吐いて下ろします。両手を足の上に置き、胸を広げ、まぶたを閉じ、呼吸を整えましょう。両手を胸の前で合掌です。ありがとうございました。